おはようございます、ブロリーです。今日はですね、久しぶりの試合 Vlog をしていこうかなと思います。まあね、もちろん、試合は、メンバー外なんですけど、メンバー外のね、選手にもやることっていうのはいっぱいあるし、リハビリもね、今日はやっていくので、それをその様子をお届けできたらなと思います。では今日も一日レッツゴー。じゃあ瞑想していきます。前回の動画でね、あ、お前してないのっていう声がたくさんあったんですけど、瞑想に関しては結構ちゃんとガチでやってます。コールドシャワーはしてません。今日も瞑想していきたいと思います。朝の瞑想はほんまに雑念とか取り除いてエロいこと考えれるからいいわ。よし、髪の毛を乾かしていく。終了。髪の毛を整えていく。終了。出発まで時間がね、まだあるんで、フライトを見ていきます。三笘薫 VS ソフミン。やばこれ。マジエグゴール。なんで？カイセド？カイセド？うぅ！カイセド！カイセド！フルで試合見たいんですけど、もう出発する時間なんで、向かっていきます。出発します。はい、今日はですね、久しぶりの試合 Vlog ということでね、僕がね、怪我してしまってね、試合の Vlog を楽しみにしてる人とかにはね、届けれてなくてね、申し訳ない気持ちはいっぱいあります。本当にすいません、まあ、試合にね、出てないし、試合 Vlog は撮らんとこかなと思ってたんですけど、試合のメンバー外にもね、やることっていうのはいっぱいあって、これもね、サッカー選手のリアルかなと思って、今日は撮ることにしました。今現在ね、チームの状況なんですけど、去年は最下位で終わって、最後ね、観客動員数が達したことによって、FC 大阪さんが J3 に上がり、そのおかげで残留という、まあ、奇跡的な残留をしたチームなんですけど、現在2位。はい。2位！リーグ戦2位！去年最下位のチームがここで2位！何が起きた？っていうね、風に思ってる方もたくさんいると思いますが、まあチームがもう絶好調ですね。今のところ公式戦5試合目やけど負けなし、はい、素晴らしい。まあね、今の僕のね、状況的にもね、怪我がねひどくて、やっぱ練習とかには行けてないわけですよ。練習も正直全然見てなくて、もうほんまに最初のシーズン初めの練習から見れてないっていう状況で、チームのサッカーを見るのは試合の日だけなんですよね。もしかしてけど、監督ユリゲン・クロップ、そうじゃないとこんな強ならん。今日試合に勝てば、まあ高い上の成績にもよるんですけど、暫定1位と。だいぶ熱いですね今日は。まあ今日もね、チームが勝てるように、まあ、できる限りの鼓舞とかをねしていきたいと思います。では会場へレッツゴー。はい、グラウンド着いたんで、今からリハビリしていきたいと思います。
ナポリタンみたいな店の上のところ。Quand t'es venu dans la rue。おいでおいで。あ、いいねいいねいいね。YouTube 出たことあるもんな。いつも応援してくれてる。Quand t'es venu dans la rue。今からねリーグ戦をみんなで応援していきたいと思います。はい、今前半終わってね、前半1-1だいぶ熱い試合ですね。引き続き後半も応援していきたいと思います。悔しいですけど敗戦です。選手は一致頑張ってくれたと思います。今からは応援に来てくれたファンとかの方たちをお見送りして今日は終わりたいと思います。どうしたこれ。はい、帰ってきまーす。まあ、試合の結果で言ったら、3-1と。まあ、先制してて、逆転して、まあ、負けるというね。まあ、惜しくも勝利を逃したっていう感じなんですけど、まあ、やっぱ長いシーズンね、こういうこともあるでしょうし、まあ、なおさらね、今日試合見てて、チームがしんどい時とかに、もう俺みたいなプレイヤーが、いると、チームにとっても絶対プラスになると思うし、早くサッカーしたい。もうほんまにこれに尽きる。もうマジで早くサッカーしたい。チームの試合見てるとマジでサッカーしたすぎてやばい。いやーして。まあ今日はねもう朝からリハビリしてチームの応援もしたんで、長い一日やったんですけども、あとは帰るだけなんで、帰っていきたいと思います。では次の場面でいい。ちょっとね早いんですけど、ご飯も食ってきてね、まあ、あとはねやることって言ったらもう YouTube の編集だけなんで、最近ねやっと動画が撮れるようになって、まちまちでしか動画上げれてなかったんで、これからはしっかり定期的に上げれるようにちゃんと編集して頑張ります。終了。寝る前にねしっかり指のケアして寝ます。今日一日が終わりました。今日はですね、試合の Vlog っていうことでね、まあ僕は出れなかったんですけど、試合は。まあでもね、試合の日、メンバー外もこういう、選手がブースに立ってとか、試合終わりにお見送りをするとか、試合を応援したり、もうメンバー外でも、今日は怒涛の一日やったなと思います。まあね、やっぱり試合見てると、何よりも早くあのピッチに立ちたいなっていうのはすごく思うので、早く復帰できるように、そして活躍できるように、頑張ります。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さん。